金欠です。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ございます、ムチゲームズのムチです。ということで今回なんですけども、ちょっとスピリーグ前ということで、ちょっとスピリーグのね、オーダーをねちょっと紹介していきたいと思います。ということで早速ね、まあ今年はね9月3日からねスピリーグがね開催されるんですけど、僕はね今まで過去2年は日ハムで出てて、今年はねヤクルト純正もやってたんでめっちゃ迷ったんですけども、まあ今年はね、今年も日ハムでね出ようと思います。そしてね今年はもう僕ねニートなんで、まあ、もうこのスピリーグにね全てをかけてベスト8を狙ってね、プロを目指してちょっと今回やっていきたいと思います。ということでオーダーね軽く紹介していきたいと思います。まあ育成が大変でした。はい、僕ね、まあ、今年1年間、まあ、2023年はもうプロスピ全くやってなくて、誰も選手持ってなくて日ハムの選手が、で去年のシリーズ2も本当に誰もいなくて、見たら分かるんですけど、まず去年のシリーズ2が誰もいないんですよね。で今年のシリーズ1もいなかったんですけど、まあ、この間の配信でね、まあ、ミキサーしまして、松本剛選手と清宮選手とそして吉田晃生選手がね新たに今年のシリーズ1が加わりました。そしてね、まあ、あと、まあ、視聴者の力も借りて、まあ、片岡選手もねスピッなんだっけ継承か継承できたんで3500から、まあ、継承しまして、まあ、今年のシリーズがね合計4人ですね。逆に言うと後の選手はもうほぼ全員スピ買いしてます。はいめちゃくちゃ大変でした。ちょっとまだね全員育成しきってないんですけども、まあ、西川選手とかあと極みにできますし特訓もしてないし、松本剛選手もねちょっとまだ終わってないんですけども、まあそんぐらいかな。野手はそんぐらいですね。まあ投手はちょっとね、あと上沢選手が特訓とレベル上げて4000までいけて、あと伊藤選手もねちょっと4000まで頑張ってスピ替えしようと思ってます。あと秋吉選手もちょっとレベル上がってないみたいな感じですね。まああと池田選手もしたかったんだけどちょっと今無理っすね。もう S ランクがいなくてもうきつい状態です。ってことで見ていきましょう。まずねオーダーなんですけど、まあ、確定じゃないんだけど、まあ、こんな感じかなってことで、まあ、1番近藤選手、2番大谷選手、3番清宮選手、4番片岡選手、5番渡辺選手、スピリ解放900してます。で6番松本選手、7番西川選手、8番太田選手、9番中島選手で、太田選手のところに代打で万波選手で、中島選手のところで代打でアルカンタラ選手かなと思っております。ってことで皆さんお気づきでしょうか。はい、全員ラインドライブです。あ、ラインドライブとアーチストです。はい、ラインドライブとねアーチストだけでねオーダー組むことができました。いやこれだいぶねマジほんと苦労したんですけど、まあ、なんとか組めたんでもうやったろうと思って、まあ一応ね田中幸雄選手も、まあ、2巡目の8番で回ってくるかもしれないんですけど、まあ、そこでね唯一高弾道なんですけど、まあ、あとはね、まあ、ほんとラインドライブで固めてます。まあもうあとね100のスピ替えもマジ頑張りましたね。ほんと100の、まあ、4000から4100ってやっぱ打者ではめちゃくちゃ大事で、まあ、めっちゃ迷ったんですよ。まあ、普通に考えてればもったいないんですよね100スピ替えは。ほんとシリーズ2まで待ったら多分200スピ替えできると思うんでもったいないんだけど、まあ僕はねもうスピリーグのために、まあ、この辺頑張りましたね本当に。まあ、ちょっと多分誰よりもスピ替えしたと思います僕マジで。ちょっと他の方が分かんないですけど、もう本当にねスピ替えしましたね。おスピカイスピカイスピカイみたいなひたすらスピカイしてました。一番はねこの渡辺亮選手ですね、900スピカイね守備もねあんま悪くないんですよね。まあまあけどまあどうなんだろうね。ああ無視だ守備はまあこんな感じですね。まあまあまあ本当は西川選手守備 B のやつ持ってたんでそれ使いたかったのはあるんですけど、まあまああと清宮選手はね特殊できたらいいかなと思ってます。今後ちょっと素材見てね頑張りたいとは思ってますね。まあそんぐらいかな。特殊能力はねはいしっかりマックスまで上げましたよ。大変でした、マジ大変でした。だけどやりました。これもちゃんとねもう、まあ、育成配信のアーカイブも見たら分かると思いますけどひたすらやってましたね、配信外でも配信内でも。続いて投手ですね。投手はですねまあまあまあもうこれ見たらわかるけど、まあ、普通にやっぱハム順のピッチャー強いっすよね本当に。ピッチャーはやっぱスピ替えが大変でね、もう大谷選手、上沢選手、ダルビッシュ選手、まあ、加藤選手は4000でいいかなと思ってて、有原選手、まあ、普通にねプロスピしてない期間が長すぎて、まあ、S ランクもいなかったしハムの S ランクも揃ってなかったんでめちゃくちゃ大変でしたねはい。で中継ぎはね、まあ、宮城選手、これもスピ替えしました。堀選手は4000だからいいかなと思って、まあ、伊藤選手はこれからスピ替えします。
で吉田選手は特訓して秋吉選手ですね。じゃあ秋吉選手もね4100まで持ってきたいんですけど、ちょっと3900までしかいかないんで、まあ、ちょっとあれですね。また池田選手もね、まあ、一応中継ぎで控えてるかなっていう感じでやっていこうと思ってます。ってことでちょっとね、まあスピリング前の練習もある程度やってますし、今回本当ねスピリング前からめっちゃ頑張ってるんでね、今回意地でもね上位行きたいと思います。ただね iPad の調子が悪すぎて充電が刺さんなくて全然で、バッテリーの減りもえぐいぐらい早くて、ちょっとそこがね唯一本当に困ってて、ワンチャンこの動画も全然編集しされてないかもしれないけど許してください、本当にごめんなさい。はい、というわけで今回はねちょっとハムジュンのねマジでまあ本当スピリング前のねオーダー紹介を軽くしてみたんですけど、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価と、あとスピリング中はね、まあ、ほぼ基本的に配信すると思うんで、ぜひ皆さん見に来てください、お願いします。ってことでおちちー。